難しいな、間通るの。よいしょよいしょ、通って、あ、出ちゃった。いつもありがとうございます。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回はこちらのホビーラホビーレさんの刺し子付近のえとうさぎというデザインを刺し子していきます。で、これまでもホビーラホビーレさんの刺し子とか、あとセリアさんの刺し子とか、いろいろ刺し子も作っているので、概要欄に再生リストを貼ってあります。もしよかったらそちらもよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、いいね、評価、コメントなどなど、いつも本当にありがとうございます。とても励みになっています。それでは、もうこの布巾の状態に仕立ててあるんですけど、布巾にする仕立てのやり方っていうのも再生リストの中に入ってて、まあ、そちらの動画ではセリアさんの刺し子布巾でやってるんですけど、作り方は同じなので、もしね、この刺し子のする前段階、仕立ての部分が知りたい方はそちらをご覧ください。それでは早速作っていきましょう。頑張っていきまーす。はい、それでは、まあ、早速刺していこうと思うんですけど、今回ね、この図案の、まあ、見本の通りだと、前回のクリスマスの時に使ったこの103番の赤の刺し子糸と、こっちの107番のグリーンの刺し子糸、これどっちもホビーラホビーレさんの刺し子糸になります。で、この見本はこの2色使いなんですけど、サリーね、このうさぎさんとか、あとこの周りの部分は赤じゃなくて、こっちの、これもホビーラホビーレさんの糸なんですけど、116番のチェリーピンクの刺し子糸でちょっと刺そうかなと思うので、サリーはね3色使いでいこうと思います。で、まあ、最初にここの一番外側の枠線っていうのかな、これを刺していこうと思うんですけど、ここの枠線のところはこのね、尻尾つなぎの時のこの額縁飾りみたいになみなみっていう風にやりたいなと思うので、ちょっとね、そんな感じで最初にこの額縁飾りを全部完成させてしまおうと思います。はい、なのでまずはチェリーピンクから刺していきます。このね、額縁飾りまで一気にやってしまいたいので、ちょっと長めにかなり長めにピンクを出してあります。よし。じゃあ、どうしよう。真ん中ら辺から刺そうかな。と思うので、まあ大体ここら辺からでいいかな。そんなにがっつり真ん中にこだわってるわけでもないので、ここら辺から針を出してあげて、あれ、結ばっちゃったかな。長いとね、ここら辺から待っちゃうんだよね。ちょっとこれくらい残しておいて、サリーはこう刺していきたいので、一回逆走します。あ、やっぱりちょっと硬いね。前回のクリスマスツリーは、こう布巾の形になってなかったので、かなり刺しやすかったんですけど、やっぱね、こう布巾の形になってると、あ、また絡まっちゃった。重なるところが、やっぱ端っこはあるので、そういうね、ところが、ちょっと刺しづらいというか結構固めになっちゃう。まあ仕方ないんですけどね。あ、めっちゃ長いやりづらよいしょ。はい、じゃあこんな感じで3目分刺したら、今入れたところのすぐ隣から出してあげて、で、今刺したところをかぶせるように、よいしょ、硬い。ああ、ダメだ。ああ、なんかもう、すでにめっちゃ後悔してるんだけど。いいか。
回終わらせながらやればよかったかな。ちょっとあんまりねつなぎ目は作りたくなくて、わざとね糸を長めに出したんだけどめっちゃあだになってる。はい、じゃあこんな感じで全部刺せたら、あとはこのね点線に沿ってひたすら並縫いを繰り返してあげます。そしたらぐるーっと一周刺し終わるところですそしたらここで針入れて、そしたらこの今刺したところの次の目のところから出すんですけど、そのね真ん中からこう出して、このそのさらに隣のところのこの目にこのね針の頭の方から入れてあげます。こんな感じね、こんな感じ。そしたら今度は今下から上に刺したので、今度上から下に刺すんですけど、この時も頭の方から入れてあげます。このね先端の方からやると、入れた時にこうやって針じゃないや糸を割ってしまうので、そうならないように反対側から今度また下から上、次は上から下って形で、これもね一周ぐるっと続けていきます。で刺し子糸をそのまま今みたいに頭使ってやってもありなんですけど、サリーはねクロスステッチ用の針も持っているので、クロスステッチ用の針はねここの先端尖ってないので、そっちに持ち替えてやろうかなと思います。あ、そうだ、このね並縫いをしていくところなんですけど、結構ねこの布と布が重なってる部分かなり硬いので、最初ねサリー長めの刺し子糸でやってたんですけど、長めのやつだとちょっと折れちゃいそうだったので、短めの針に持ち替えて2、3目ぐらいずつ刺してたかな。それでも結構自分のねこの手でやるの辛くって、これね指抜き系を使いながらやってました。指抜きないとね結構硬いところは辛いかもしれない、なので指抜き持ってる人はそういうの使いながらやると早いと思います。これさ連続してこうやったらおかしくなっちゃうかな、やめとこうか。よいしょ、クロスステッチ用のだとねあの先っぽ、さっきも言ったように尖ってないので、頭からじゃなくて普通にこっちの向きでやって大丈夫です持ってる人はそっちの方がやりやすいかもしれない、ない人はねこう逆向きからやれば全然問題ないんですけど、その時に、まあ、この先っぽ刺し子糸は尖ってるので、そこだけ気をつけてください。今ねこんな感じ、なみなみっと一応できてるかなという感じです。じゃあまたぐるっと一周やっていきたいと思います。はい、じゃあこっち端っこまで来たら、今上下できてるので、またここの上からそのまま続けちゃって大丈夫だと思います。こんな感じでね、普通に角も気にせず上下上下の順番で刺していきます。はい、じゃあここで最後なので、最後上から下向きに刺したら、このね最初に出してきたとこと同じとこなんですけど、ここ
に針を落として、ですぐに裏に出さずに少し針じゃないや布と布の間を通って、ここら辺、今ここから刺してここから出てきてるんですけど、ここから針出して少し糸を残して切ります。そしたらこんな感じ、こんななみなみって感じで額縁飾りができました。よし、そしたらどうしようかな、最初ピンクのところ刺していきたいと思うので、このうさぎちゃんたちを刺そうと思います。このね116番のチェリーピンクで、どうしよっかな、最初こっちのちっちゃい子から行く、で真ん中はこっちの大きいうさぎちゃんなんだよね、なので真ん中から行こうか、この真ん中のうさちゃんから刺したいと思います。そしたらどこから始めようかな、なんかねこの目の部分と鼻の部分はここにね返し縫いで刺しましょうって書かれてるんですけど、でもここの大きい子に関しては普通に刺しちゃって大丈夫な気がする。ここね多分ここかな、こっちのちっちゃいウサギちゃんのところかな、なので、返し縫いってことはさ、バックステッチで刺せばいいのかなと思うので、どうしようか最後返し縫いみたいになった方がいいかなとなんとなく思うので、難しいねこれ、どこから始めよう。このさ大きい方のうさちゃんの口の部分がちょうどここ3目なので、ここをかぶせ縫いで刺して、でそこから始めていって、ここまで来たらちょっと裏通ってこっちに引くる、ここまで来たらちょっとここ伝ってここを刺して、でここバックステッチで刺そうかな、それがいいかな。じゃあそんな感じで刺していきたいと思います。そしたらこのね口、ここからスタート、こう行って帰ってしたいので、ここからスタートしたいんですけど、裏だとここねなんですけど、あとちょっとちょっと、ここからすぐ入れちゃうよりかはちょっと他のね遠いところから入れて、布と布の間を通ってから、よいしょ、あ後ろ出ちゃってるね、それじゃダメだ、後ろ出ないように布と布の間を通って、ちょっと待って、ここから布と布の間通って、でこれくらい残してあげて口を刺す。どうしようかな、ここまで今来たんだけど、どうしよう、こっちまで来てこう刺した後どう刺したらいいんだここも残ってるんだよね、一回さこっち来てで布と布の間通ってこっち来て、でこっち戻ってこう行こうか、そしたらここ刺したらちょっと布と布の間を通して、こう後ろには何も出ないように移動して、ここに持ってきて、でまずここ下がるでしょ、そしたらここでまた布と布の間通ってこっちに移動してこよう。そうしよう。ここまで来たらまた布と布の間を通って、大丈夫。でここからまた上に登っていく。
さぎさんの耳と耳の中側のこの線がここで最後なので、ここを刺したら、よいしょ、後ろ通さないで布と布の間を通って、さっきのね途中だったところに戻っていきます。よいしょ、今ねこんな感じで、ここからは、あ、どうしよう、ちょっと待って、ここまで来て次ここか、なんか微妙だね。ここまで来たらもう目いっちゃおうか。目刺して鼻やって、でここから戻っていこうか、こっち側に向かってこう刺していこうかな。はい、じゃあそんな感じでどんどんこう刺していきたいと思います。刺し子ってあれですよね、なんか一目刺しとかもう順番とかね考えながら刺さなきゃいけないけど、ほら一目刺しは同じ方向にずっと刺していく模様だから、一回ねなんとなくこっち方向に刺していこうって思えばそれでまあ決まってくるというか、その後はひたすら手を動かせばいいかなと思うんですけど、こういうさ図案が絵みたいになってるものだと結構ね行き止まりのたんびに考え直さないといけないかなと思ったり、ちょっとあれかな、サリーの頭がついてってないだけかな。なんかそんな気もするけど、ちょっとね一回でこうしようって思ってもなかなかね思った通りにいかないものだなと思っております。はい、じゃあここまでよいしょ刺せたら、布と布の間を通って目のところに針を持ってくる、こんな感じで、後ろはこんな感じね。ここからバックステッチなので、まあ返し縫いですよね、要は。ホビーラさんのやつに書いてあったけど、この黒い線に沿って一目刺してたら次の目から針を出す、で一目戻ってまた一目先に出す、これを繰り返して目を刺していこうと思います。そしたら最後また刺したら、どうしようかな、裏出しちゃうとここまで移動ができないので、またね布と布の間をこう通って、難しいな、間通るの、よいしょ、布と布の間をよいしょよいしょ通って、あ出ちゃった、間を通ってこのよいしょ鼻のところまで来て、で一目鼻を刺すんですけど、刺したらここも裏を通らず間を通って、こうねこうね、ここ間裏は通らずに間を通って、でさっき始めたところの今度反対側、さっきこう始めたけどこっち側に来て反対向きに針を進めていきます。こんな感じね。じゃあこれでひたすらうさぎさん刺していこうと思います。でね、この中身の梅の花かな、これは梅の花のところはこっちの図案通りの赤と緑で刺していきたいと思います。
じゃあこんな感じでうさちゃんが全部刺せました。そしたら今度こっちの緑の部分がなんかこうぐるっといって、このうさちゃんの中身とかいけるかなっていう風にちょっと考えているので、そしたら次緑を刺して、その緑が終わったら赤を順番に刺していこうかなと思います。こんな感じでえとうさぎ完成しました。元の見本と比べると、見本はね結構シンプルな感じなんですけど、サリーのはまあまあにぎやかになったのではなかろうかと思っております。まだね水通ししてなくて後ろすごい状態なんだけど、これから、まあ、水通しをして、乾かした後に、まあ、後ろ、こう、引っ張りながら、根元で切って、仕上げをしたいと思います。もうね、ちょっと先走ってエンディングを撮っております。でね、今回、前回刺したクリスマスツリーの図案は、結構ね、一つ一つ、なんだろう、赤を使うところ同士が離れてたりとか、そういうことが結構あったので、一つ一つね終わるたびに返し縫い、かぶせ縫いか、かぶせ縫いをして終わらせてたんですけど、今回はね結構こう見えるかな、こういう風にね布と布の間をね結構通ってつなげてます結構つなげる感じで刺してます。で刺し子をするのとはちょっと違うやり方なんですけど、この目のところと鼻と口のところ、こっちの大きい子は目のところだけなんですけど、ここはね刺繍のバックステッチで刺しているので、ちょっとねそこの部分は刺し子ともまたちょっと違った雰囲気が出てて、これはこれで可愛いかなと思います。今はね撮影してる今はねまだ年明けてないので、ちゃんとお正月に間に合いました公開がどうなってるかはわからないはい、そんな感じで2023年はうさぎ年なのでね、皆様飛躍の年になるといいですねはい、それでは今回も最後まで見てくださってありがとうございました。これまでの刺し子の動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよろしくお願いします。ちなみにこちらのえとうさぎを刺してる時におしゃべり動画も撮っていて、おしゃべり動画の方が先に公開されているかと思います。そのねおしゃべり動画の再生リストも概要欄に一緒に貼っておきますので、もしよかったらそちらも作業しながらご覧になってください。よろしくお願いします。それではまた次のサリーの動画でお会いしましょう。サリーでした。バイバーイ。また見てねー。明けましておめでとうございます。